おおおおおおお、盛り上がって食べてんじゃん。最近規則正しい生活大好き山本です。最近結構ほぼ毎日走ってるんで、すごい平均スピードもだんだん上がってきてて、ジンクに前止められました。あ、そうなんだ。ろうかです。ジンクは陸上してたから。うん、まあ犬の散歩は毎日行ってます。はい、ということで今回はもう見えてるんですが、こちらです。ダダン、ちりめんキャベツです。名前の通りなんですかね、葉っぱがすごいチリチリしてる。うん、多分チリ麺はこんな感じだよね。あの、俺もチリ麺はっきり分かんないけど、こんな感じの麺だったと思う。ということで、まあこれを動物たちにあげていきます。普段からですね、結構動物たちキャベツ食べてるんで好きなんじゃないかなということでやっていきたいと思います。はい、長崎バイオパーク。はい、はい、いただきます。え、まだ食べんの。オープニングあ、そっか、マイチカさんちょっとバレちゃう。感想は、あー、え、甘っ。甘い、めっちゃ甘いっす。え、なんかん、え、キャベツとはやっぱちょっと違う、普通のキャベツと全然違う。全然違うんだ。へえ。あ、マジだね。甘いけどケールみたいな、キャベツっぽくないっすよ。うん、キャベツだけどね、うん、あれね、ちょっと濃いかな味が、うん、濃いです、濃いかな味が、うん、濃いです、濃いです。あとは、じゃあちょっと早速あげていきます。ポリポリあげたけど、じゃあ早速あげていきます。へぇ、はい、うん、ちょっとあげてみたら。おぉ、すごい。おぉ、タイ類を増やしていく。あ、いい。うん、肉まくメインの野菜とかちょっとしてるんで、うん、何でも喜んで食べます。はい。ああ、おおお、くれくれって言ってるよね。もうすごい好きなんだ。あ、持って帰るもしかして。持って帰ってるね。お、すごい好きなんだ。取られたくないんだよね、ちょっとね。最高か、下の子たちは。うん、はい、どうかな。お、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 食べるじゃん。じゃあ、あんま食べないんだよね。美味しいんじゃないの、もしかしたら。これ持ってこいったよ。どうだった味、そういえば。うん、味自体は濃かったとか別になくて、うん、すごい食べてん。甘い、甘いやばい、こんなすごい食べ方があるから食感で。へえ。でも食べてんじゃん、食べてんじゃん、食べてんじゃん。もうみんな食べるよ。みんな食べるじゃん。カフェ？カフェだから。どう？カフェ。カフェはそうでもない。おー、みんな食べてる。あ、持っていくね。結構やっぱ好きなんじゃないかな、これ。並べてみるか。普通のキャベツと並べて反応がどうか。そう。さあ、どっち行く？どっち行く？これマジ？もう一回やってみよう。これで、そっち持ってけば結構な確率で選んでるだろう。来たよ、来たよ、来たよ。これ選んでるのかな？違いますね。違うよね。匂いが違うんじゃない？美味しい匂いがするんだよ、きっと。へぇ、持ってこいった。おー、向こうも食べてる。あ、怒られた。怒られた。普通のキャベツ絶対怒られた。どうだろう？ん？普通のキャベツ、あれあれ？ん？あら、普通のキャベツ食べたんだ。あ、でも、ちりめんやっぱ選んでんじゃない？これ。いや、ん？
一緒に食ってるね。あ、普通のキャベツ作り始めたぞ。いや、いや、でもさ、なんか子供ちりめん率高いよね。うん、おかばはどっちでもいいんだ。ああ、普通のキャベツも食べ始めた。うん、わかんない。結論わかんない。美味しいね。美味しいね。美味しいんだね、やっぱ。ありそうじゃないですか。うん。野菜の甘い感じ。むしろこっちが食べやすいかも。うん、なんか美味しいかも。後味きますね。うん。普段あんま好きじゃないんだよね。最後に食べてるイメージがある。うん。ということで、ビーバーたちにもすごく好んで食べてもらったので、ちょっと他の動物たちにもあげていきます。お。笑顔。はい。なんかこれ、ちりめんキャベツって、なんか似てない味。なんか普通のキャベツじゃないよね。うん、なんかちょっと違う。おぉ、おぉ、おぉ。ういういはいはい、なんかどういうこと、いい音するだろうっていう。ああ、そういうことか。新鮮です。何の味でかわかんない。わかんない。なんかおじちゃんもうちょっと食べない。わかるまで食べさせられる。そもそも僕が野菜あんま食べないから。え、野菜そんな食べないの。野菜あんま食べないです、ね、いつもあれだもん、家族から野菜生活、野菜ジュースで。ああ、そうなんだ。野菜を補ってます。いっぱい食べさせないと。お肉かなんか巻いて一緒に食べる。ああ、美味しいかもね。味が濃かったケールみたいな。ケール。あれ、もう忘れたの。食べたやつなんてもうパーって出てくるし、どれがケールかなんて分かんないですもん。味の感想最後に。美味しいです。あ、これは好きだよね。これはもう好きだよ。はい。ちりめんキャベツ。ああ、美味しい。あ、みんな寄ってくるもん。やっぱ分かんのかな。いつも寄りが違うよね。こんな来ないもん。特に俺らが来てますさ。美味しいね、やっぱ。あ、美味しいんだ。アピール上手な人がいる。お、美味しいね。あ、美味しい。はい、上手に食べれたかな。うん、あ、いっぱい来てるもん。めっちゃ来てるもん。おお、おお、おお。めっちゃやってくるね。まあ人気ですね。うん、人気。やっぱ違うね。うめーって言ってましたね。うめー。感想がすごい。フォークにやってみる？他はどうやってやるかが問題ですね。フォーク。おー。食べたね。食べたよね。好きなのかな、キャベツ。うん。やっぱ好まれてる。やっぱ美味しいんじゃない、これ。ちりめんキャベツ。手でちぎってる感じ、白菜っぽいっすね。あ、そう。なんか見た感じも白菜っぽいしね、少し。ケイ君、ミームも来た。あれ？あれ？クリさん。いい匂いするね。やっぱ濃い、匂いが濃い。うん。美味しかった？今美味しかった？じゃあ下にあるよ。結局飲みます。下にあるけどね。下にあるよ。下に。おっしゃおっしゃ。おっしゃ。みもおっしゃおっしゃ。
気をつけ。うん、うん、めっちゃ来る、めっちゃ来るよ。ほら、ちりめんだって。ちりめんキャベツ。おお。やっぱ美味しいんだね。ね、気をつけ。誰か来たよ、来たよ。クリーム。あ、後ろからホイップが来た。ホイップも来た。ああ、大変だ、大変だ。いや、俺持ってないよ。俺持ってないんだけど。みんな来たよ。やっぱ、ムーンが強いのかもね。みんな来るもん。あ、やばい、怖いかも。ああ。うわうわうわ。もう来た来た。どんどん来た、どんどん来た。どんどん来るもん。ミルクか。うわうわうわ。リュウスケ。リュウスケ、残念。俺最初だったのに。あ、ほら、リュウスケ行った。うん。うわ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 。うわうわうわ。あ、青葉ちゃん来た。やばい、青葉来た。ん？青葉も来たの？いやいや、青葉ちゃん、こっちじゃない、こっちじゃない。なんでこっち来るんだろうね。なんか、すごい寄ってくる。結構、久々に見る、みんなからの大人気。そうね、そうね。あれ、なでしこか。なでしこ。あ、なでしこも来てんだ。あ、なでしこです。気づいたら。はい、みんな来てんじゃん。おー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 、乗り上がって食べてんじゃん。クリーム乗るの好きだからね。終わり。おー、あるよー。今日は来るんじゃないかな、もこちゃん。お、ここがめっちゃ人気なんだよこれ、うん、他の動物たちから。美味しいよね、もこ。美味しいでしょ。ちょっとちっちゃく食べるの。うん。ちぎってね。ちょっとずつ。ね、これ食べ方でなんかわかりますよね、生態系。上の歯がない動物たちはこう引きちぎって食べる。うん。テープのカッターみたいな。あ、はいはいはい。そこで、うん。おーい、おいでよ。おいでよって言った人。これ美味しいから来た方がいい。今日みんなにあげよう。はい、じゃあということで動物たちにちりめんキャベツあげていきました。まあ、やっぱみんななんかキャベツだから食べはしたんですけど、もっと好きなような感じ。そうね、出しました、うん、むしろ普通の餌よりも好きぐらい、はい、食いつきがいいぐらいです、うん、久しぶりにみんなが満足してそうでよかったです、うん、結論、まあ言ったもんな、これいいんじゃない。でも面白ければね。ダメだ、もう言えないです。キャベツがなくなる。思いつく前にキャベツがなくなっちゃう。みんな美味しくキャベちゃったあたりですかねってコメント来てる。あ、じゃあ皆さんどうぞ。今日の結論はメンバーシップの方が締めます。うん、動物たちの気がちりめんキャベツ。知らないキャベツ。これに集中しちゃうってことですね。あ、これが皆さん僕の恐ろしく感じてしまう不運です。気がちりめん。いいんじゃないそれ。じゃあそれで。でした。見てください、もうここまでなっちゃった。もうその芯も食べようとしてるもんね。久しぶりにみんな美味しく食べれるものを見つけてよかったです。こんな感じで普通のキャベツなんだけど、いつものキャベツとちょっと違うよ、みたいな。他の人参とか大根とかなんかあったら
コメント欄で教えてください。この動画がですね、すげえちりめんキャベツっていうのあるんだと思った方はぜひグッドボタンと、今さっき言った通りこんな野菜ありますよっていうのがあればコメント欄にお書きください。あと他の野菜をあげたり、なんか飼育員にこれやってもらうような動画をですね、今後も撮影していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。そんな食べる？すごくないですか？すごいね。すごいけど食べきらんでしょ。もう移動。まこちゃんじゃね。上の歯ないからね。え、行くの？行くの？むっちゃなんか出てるけど。むっちゃなんか出てるけど。でかいよね。さすがに奥歯で噛めるサイズじゃないとやっぱ。コメント欄で教えてください。出す出す出す。おっしゃおっしゃ。はい、ゴタムさんの写真展やってまーす。これ、ね、うん、これ鉛筆作りたいとって話だけど、コメントもらってたんですけど、あれどれぐらいで数で終えるんですか？うん、11時ぐらいにつけたの。これもう1時間ちょっとぐらい、うん、ぐらいかもね。真ん中に芯入れたいよね。はいはい、若葉ちゃん。さっきカフェ追われてたよ。追われた。うん。これカフェ？あ、追われてんだ。あ、息子に、息子娘かな。子供に、あ、パチンパチンやられてる。パチンパチンやられてるよ。カフェを戻す。カフェをとりあえず。ああ。もう誰もない。カフェ借りたくない。カフェ借りてくれるか。カフェ。カフェ。まあまあまあ、美味しいんでしょう。あら、また来ちゃった？あ。いらんって、やっぱ家族がいないからじゃない。もう持ち上げた。親子対面どうなる。あ、入っちゃったよ。大変だ。頑張ってまた家族に戻って、うん、まあ子供が育ったらなんとか雰囲気変わるかもしれない。うん、やっぱ中にやっぱ子供がいるようですけど、うん、そうね、買いたくないんでしょうね。うん、そうね、買いたくないんだよね、多分。なんかちょっと新しいとこ探しに行ってるような。うん、そうね。どこ行くの？カフェ。来たね。来たよ。やる気になった。やる気になったよ。お父さんだってなるよ。うん。来た。頑張れ。お父さん頑張れ。お父さん頑張れ。見せてやれよ、お父さん。まだその持ち方できる子供いないぞ。やっぱお父さんの働いて姿見せて、子供はお父さんすごいなってなるよ。うん。頑張れ。やっぱ運ぶの上手だもんね。いや、カフェが。カバス超下手しますから、うん、涙が出てきてます。もう持って帰ってきたよ。